最新の科学よりも昔から存在する宗教の方が優れていた。こんな事実があったとしたら、あなたはどう思いますか？現代における最先端にしてまだまだ謎の多い分野、量子力学。その分野が導き出した結果に震撼した科学者たち。しかし、最先端の科学が出したこの結果を2500年も前に導き出していた集団がいました。それが仏教徒です。世の中の認識としては水と油のように相反する科学と宗教。2500年という時を経て、なぜ同じ結論へとたどり着いたのか。今回はこの不思議な科学と宗教についてお話しいたします。もしも量子力学を理解できたと思ったならば、それは量子力学を理解できていない証拠だ。ノーベル賞受賞者であるアメリカの物理学者リチャード・ファインマンの言葉です。この言葉通り、量子力学とは理解するのが非常に困難な分野としても有名です。量子論の育ての親として量子力学の確立に大いに貢献したデンマークの物理学者ニールス・ボーア博士は1922年にノーベル賞を受賞しており、天才物理学者アインシュタインに匹敵すると称されるほどの天才物理学者でした。そんなニールス・ボーア博士は、観測されて現実が確定すると述べており、それに対してアインシュタインは、自然の摂理には人間の意識を超えた客観性があると信じており、量子力学の不思議な世界を納得することができませんでした。しかし後に様々な実験結果から量子力学の考え方が証明され、アインシュタインは打ちのめされました。さて、ここでボーア家の家紋をご紹介しましょう。それがこちらです。中央部の模様、これは古代中国の易経を象徴する図柄である太極図。易経の思想である陰と陽が入り混じるところに実在が存在する。この思想にニールス・ボーア博士が感銘を受け取り入れました。アインシュタインに匹敵するとも称されるほどの天才物理学者がなぜこのような宗教の思想に感銘を受けたのか、そこには量子力学が示す不思議な世界が関わってきます。それでは最先端の科学、量子力学についてお話ししましょう。量子力学とはミクロな世界。量子というのはざっくり言えば小さな粒です。つまり原子や電子といった極めて小さな粒子の世界を記述する物理学。そしてこの量子力学が語る世界は、我々の日常生活で経験するマクロな世界とは異なる、とても奇妙で不思議な性質を持っています。量子力学には中心的な原理が2つあります。それが量子もつれと重ね合わせです。まず量子もつれという量子力学の特徴を見てみましょう。これはある量子状態を観測することでその状態が確定するという考えです。量子もつれは粒子同士に強い結びつきができる現象。一旦2つの粒子に量子もつれの関係ができると、どんなに遠く引き離されてもなぜか互いのことがわかります。片方の粒子の状態が変化すると、それに応じてもう一方の粒子も瞬時に変化します。ここまで聞いてもピンとこない方が多いと思います。あえて分かりやすく日常の常識で例を挙げると、ある男女のペアがおり、福岡と北海道にそれぞれ行くとします。福岡に男性がいた場合、自動的に北海道には女性がいることが分かります。ものすごく当たり前のことに感じると思います。しかし量子力学の世界では、福岡と北海道に存在している2人は、観測するまでは男性でも女性でもない状態で存在していることになります。一方が男性だと観測した瞬間に、もう一方が女性になるという考えです。次に重ね合わせについて。これはある状態が同時に複数の可能性を持つという考え方。例えば
量子力学では電子は観測するまでは同時に複数の場所に存在すると考えられます。同一人物が日本とアメリカに同時に存在しているようなもので、我々の感覚的には理解しづらいでしょう。この重ね合わせの原理は有名なシュレーディンガーの猫という実験でよく説明されます。この実験は 50% の確率で毒ガスを放出する装置と一緒に箱に入れられた猫は、蓋を開けて観測するまで生きた状態と死んだ状態が重なり合っているというもの。猫は生きている状態と死んでいる状態の両方を同時に持つというのが量子力学的な見解です。我々の日常、一般常識で考えれば考えるほど頭で理解するのは困難になってくる量子力学の世界。今回最もお伝えしたい重要なポイントがあります。それは観測をするという行為が結果に影響するということ。要するに世界は観測するまで何も結果が決まっていないという点です。量子もつれや重ね合わせの物事が他の存在と深く結びついているという点では、仏教の縁起と酷似しています。電子が同時に複数の場所に存在するという重ね合わせは、縁起の概念である。全ての存在が他の存在との関係性の中でのみ存在する、この考え方に酷似しています。そして量子もつれは、私たちの観測という行為自体が現象に影響を及ぼすという仏教の縁起の考え方を科学的に表現したものとも言えます。ブラックホールという用語を普及させた最大の功績者であり、アインシュタインの友人だった20世紀最後の物理学の巨人、アメリカの物理学者であるジョン・ホイーラーは、観測者はただ単に観測するだけの存在ではなく、宇宙を作り出す参加者であると言いました。このように量子力学と仏教の教えが奇妙に一致する点をここまでお話ししてきました。これは単に偶然ではなく、それぞれの視点から真実を追求してきた結果と言えるでしょう。量子力学で重要な原理である重ね合わせや量子もつれ、これと酷似した考えを持つ仏教の縁起についてもう少し深掘りしたいと思います。仏教における縁起とは、因縁生起という真理を表す言葉、釈迦の教えの中核の一つです。この世の万物は、因という直接的原因と縁という間接的原因が関係し合って、生ずると見る仏教独自の考え方です。つまり何の原因もなく、そのものが単独で生ずる、存在するということは、この宇宙には何一つないという考えです。例えばジェンガというゲームを想像してみてください。部品それぞれが互いに重なり、バランスをとって一つの塔になっています。その部品の一部を外せば、バランスが変わり、他の部分に影響が及びます。またバランスがひとたび変われば、塔全体が崩れてしまいます。これが縁起の概念であり、全ての存在が他の存在と深く結びついているという考え方を示しています。西暦150年頃から250年頃にインドで活躍したインド仏教の偉大なる思想家であるナーガールジュナは、主著中論で般若経の空の思想を理論的に論証したとされています。その第一は空と縁起の関係です。例えばあなたの手の横にはリンゴが置いてあります。あなたはそのことに気がついています。気づく働きと眼球によってリンゴが生じている状態、これが縁起です。気づく働きも眼球もリンゴも単独では存在していないということです。これは仏教の世界観において、万物は独立して存在するのではなく、他のすべてと深く結びついて存在しているということを意味しています。あくまでも縁起、つまり関係性が生じているだけであって、その中身には実体はないというのが
空の思想のベースです。色即是空、空即是色、この言葉をご存知でしょうか。この言葉は仏教の般若心経に登場する一節です。般若心経とは般若経典の真髄を短くまとめた経典です。この中に出てくる色即是空、空即是色ですが、色とは目に見えるもの、空は目に見えないものになります。言い換えると、目に見えるものは見えないもの、目に見えないものは見えるものと言えます。なぜこのように言い換えることができるのか。それはこの世界の目に見えるものは目に見えないもので構成されているからです。哲学の言葉のようでちょっとわかりづらいですよね。しかしこれを読み解いていくと、とても理論的であるということが理解できます。あなたが見ているもの、目に見えるものというのは、拡大していくと分子が集まってできたものです。その分子は原子が集まってできています。つまり目に見えるものは目に見えないもので構成されています。我々人間も地球も、そして宇宙を含む存在するすべての目に見えるものは目に見えないもので構成されているということです。最近の危機などがない時代にここまで世界の真理を解き明かしていたと思うと、ただただ驚きです。1930年に非常に有名で興味深い対談がありました。この対談をご紹介する前に、アインシュタインが当時どのような信念を持っていたのかをご紹介します。この頃のアインシュタインは、物理理論は世界を客観的に記述し予測するものであると信じきっており、この信念から神はサイコロを振らないという言葉を述べています。アインシュタインは、我々が観測するしないに関わらず、物体は一定の性質を備えており、物理理論はそれらを数学的に書き表して予測するものと主張し、量子力学と対立していました。アインシュタインのこの信念を表す有名なエピソードがあります。それはアインシュタインとアブラハム・パイスが散歩をしていた時の話です。アブラハム・パイスは優れた素粒子論研究者として大きな業績を収め、その後は研究生活に基づく物理学史の著作を多数刊行した人物です。アインシュタインは不意に足を止め、パイスに問いました。君は、君が見上げている時だけ月が存在していると本当に信じるのか。それでは対談の様子をご紹介します。アインシュタインが所有するベルリンにある別荘に、インドの大詩人でありアジア人では初のノーベル賞受賞者であるラビンドラナート・タゴール氏が訪れた時の対話です。この世界は人間の世界です。世界についての科学理論も所詮は科学者の見方に過ぎません。しかし真理は人間とは無関係に存在するものではないでしょうか。例えば私が見ていなくても月は確かにあるのです。それはその通りです。しかし月はあなたの意識になくても他の人間の意識にはあるのです。人間の意識にしか月が存在しないことには変わりありません。私は人間を超えた客観性が存在すると信じています。ピタゴラスの定理は人間とは関係なく存在する真実です。しかし科学は月も無数の原子の描く現象であることを証明したではありませんか。あの天体に光と闇の神秘を見るのか、それとも無数の原子を見るのか。人間の意識が月だと感じなくなれば、それは月ではなくなるのです。結局このまま対話は平行線のまま終わったのです。しかしこの時
正しかったのはタゴールであったことが後に証明されました。2019年に少なくともミクロなレベルではアインシュタインが主張した客観的な実在を否定するような実験結果が発表されたのです。タゴールが主張していたのはこの世のすべてが人間の意識ありきであるということです。観測者という人間がいなくては物理法則や物体を語っても意味がないというのは量子力学が示す世界観そのものなのです。そんなタゴールが残した多数の名言の中から一つご紹介しましょう。何が起ころうともまさに自分の精神力でそれを良い方向に向けていくのは私たちの努力次第なのです。この世界は良くも悪くも自分の意識した通りの結果になるということと言えます。あなたが幸福だと意識すれば幸福であり、不幸だと意識すれば不幸である。量子力学の世界観は、この世は人間の意識がない状態ではあくまで確率的に存在しているに過ぎず、人間が意識することで初めて状態が確定するというものです。アインシュタインが固執していたのは人間の意識と万物の法則は別物であるというもので、この考えが間違っていたことは後の各種実験で証明されています。最新の科学である量子力学の世界観は、我々の直感的には非常に理解しがたい不思議で奇妙な世界です。量子力学で証明されてきた多くの現象は、一般的にはいわゆるオカルトと呼ばれるようなことばかりです。我々の意識がこの世界を作り出しており、未来もまた我々の意識が作り出す。考えれば考えるほど不思議で理解がなかなかできませんが、天才的な科学者たちが様々な実験で証明している紛れもない事実なのです。古典哲学や宗教の世界観にようやく科学が追いついてきたと言えるのかもしれません。アメリカの数学物理学者ヘンリー・スタップは、私たちの意識が物理的な現実を形成すると述べています。チベット仏教最上位のダライラマ14世は、私たちの行動が未来を決定します、その未来は現在の行動によって作られるのですと述べています。いかがでしたでしょうか。古代から伝わる宗教思想と最新科学の世界観、互いに真理を探求した結果奇妙に一致した数々。我々の幸福は我々の中にあり、我々自身が意識し作り出すもの。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。